はい、こんにちは、ブルーホースです。今日は自分の体を愛しましょうっていうね、話をしていきたいと思います。愛してるよ自分の体、もうラブ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 ラ。気持ち悪いと思ったそこのあなた、動画を当日にお兄さんの話でも聞いていき、まあぜひちょっと聞いてください。すみません、いつもとちょっと違うテンションで相当気持ち悪かったと思うんですけど、はい、人生の満足度っていう話があるんですよ。自分の体を愛せるかどうかっていうのは結構人生の満足度を変えるっていう話なんですけれども、何が満たされたら満足、人って人生によって満足できるのっていうところなんですよ。で、金とか男女とかルックスっていう、このあたりっていうのがどうやら上位っぽいっていう話なんですね。というところで、まあ、ここを調査してみました。調査してみた結果、これはあくまでアメリカで取ったアンケートなんですが、約1万3000人の男女にアンケートを取りました。で、全員のパーソナリティとか心情、信念というところですね、まあ、座右の銘と言ってもいいかもしれないですとか、恋愛関係とかどんな自尊心を持っているのかなどを聞きまくったんですね。で、結果、生活の満足度に大きな影響を与えているのは一体どうなったのかっていうと、女性の場合は1位経済的な安定、2位恋愛の充実、3位自分の外見へのイメージという結果でした。それから男性の場合は1位経済的な安定、一緒ですね。で、2位が自分の外見へのイメージ、3位が恋愛の充実ということになったので、2位と3位が入れ替わっただけで、男女ともに経済的な安定、お金、それから自分の外見のイメージ、ルックス、そして恋愛の充実、恋愛が上位っていう結果になりました。でですね、なんでそうなったのかっていうことを考察していくとですね、自分の体重とルックスに関する感覚っていうのは生活の満足度に大きな影響を与えるっていうことが分かったんですね。で、男性の場合は 24%、 それから女性の場合は 20% っていうのが自分の体重に対して不満を抱いているという結果になったそうです。で、ちなみに自分の見た目に満足しているっていうのは全体の半分しかいないんですね。例えばぽっちゃりしているとか身長が低いとかね。で、体重についてはまあ、なんか個人的な感覚ですけど、女性よりも男性の方が不満があるっていうのは、まあ、ちょっと意外な結果だったんじゃないかなっていうふうには思ったりします。で、その他で分かったことっていうのは一体何かっていうと、テレビをよく見る人ほど自分のルックスに満足していないケースっていうのは多かったです。それから自分のルックスに満足している人ほど自尊心が高くって生活への満足度も高いと。だから僕もツイッターなんかで筋トレの発信をしている人たちをよく見ますけど、やっぱり自分の体に満足をしているんで、6つとか8つに割れている腹筋バキバキとかね、腕をもうパンプアップさせまくった男性とかね、それからお尻がキュッと上がった女性のが自らの写真を鏡とかに写してこうアップしている人たちとかたくさんいますけどね。だから女性なんかもソフラ1枚で、あの胸の谷間とかがあっても肩を見せたいがゆえに、そういう写真、まあちょっとしたわーお色気っていう写真だったとしても載せて、平気で載せているっていうのはそういうところがあるんじゃないかなと思います。それから BMI の数値っていうのは外見の満足度と密接に関係していますぜっていうような結果が出ました。じゃあその満足度、人生に対する満足度を上げていくためにはどうしたらいいのっていう話をすると、シンプルに言うと金、恋愛、見た目を満たせっていう話なんですけど、じゃあお金稼ぐようになるためにはやっぱりサラリーマンだったら限界があるんで、フリーランスとか会社を起こすとかっていうのをやらなくちゃいけないんで、やっぱりそれのリスクもあれば時間もかかりますよね。で、恋愛って自分一人でするようなものじゃないんで、相手いてこそできる話ですから、これがいいパートナー見つけられなかったら難しいっていう話なので、一番手をつけやすいのは見た目なんじゃないかなと思うんですよ。で、これっていうのは別に整形しようって言ったそんな極端な話じゃなくって、自分が理想とするボディイメージを実現させるために、要はお尻がキュッと上がっているとか、お腹がへこんでてシックスパックに割れているとか、腕がボコボコしてて、こう凹凸がきちっとついているようなたくましい腕とかね、いろいろあるかと思うんですよ。その自分が理想とするボディイメージを実現させていくために、トレーニングとか食生活なんかっていうのを調整などをしていくと、人生への満足度っていうのは高まっていくチャンスは大きいんじゃないかなっていうところなので、まずは自分の食生活やトレーニングっていうところを見直してチャレンジしていくっていうところをやってみていただいたら、自分の体愛してるよっていう風になると思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。ということでね、本日の動画以上となります。また次回お会いしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったな
という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。